マトモは PHP マスコールサーバー上で動作するウェブ解析用オープンソースソフトウェアである。2018年6月現在、基地のトラフィック解析ツールを利用しているウェブサイトの総数の1.3%にあたる145万以上のウェブサイトで使用され、54以上の言語に翻訳されている。新バージョンは定期的に数週間ごとに提供される。 1>, 1サイト以上の訪問者を追跡し、分析レポートの表示機能を有する。訪問者の地理的位置、直接、または間接的なサイト訪問経緯、環境、訪問者層、閲覧ページや挙動や体質、訪問時間、ソースなどに関するレポートが表示される。また、蓄積するデータを分析に役立てる、様々な機能が利用できる。 Google Analytics のようなサス提供元がサービス利用者の収集したデータを利用できるのに対し、まともはデータ利用の独立性が保てるという特徴がある。Wordpress や Drupal ルルなどのコンテンツ管理システム、Magento や p r ー e s t ャ s h p のなどの電子ショー、取引アプリ、PHP BB などの電子掲示板といった多くのサードパーティーのアプリに統合可能である。 コミュニティにおいてもプラグイン開発が進行中であり、2012年1月現在20個のプラグインが利用できる。GPL によるソフトウェア公開のほかにも、年間サポート、研修、マネージドホスティング、その他関連コンサルティングを含む有料サービスを運営元が提供している。ありがとうございます。